お米の浸水時間で味は変わるのか、実験ガチ勢の皆様、ブラインドテストゼロ、全部イン。結構面白い結果になったと思います。ジャンボコココロチャンネル、クッキングエンターテイナー大西哲也です。よろしく。あ、よろしくお願いします。お米の浸水時間で味は変わるのか大好評、お米シリーズです。お米、はい、ね、前回はね、米の研ぎ方で味は変わるのかってやりました、はい、いや結構変わりましたよ ね、 そうですね。でもね、あの時ね、実験ガチ勢のあの方々からね、いや米を研ぐ長さで浸水時間が変わってるから味が違うんじゃないかと。確かに、うん、あの浸水時間で味食感が変わるっていうのは、まあこれは絶対やるよね、それの実験をしてくださいっていうね、ご意見もたくさん賜ったわけですよ。ということで今回はね、その満を持してその実験をしようと思います。じゃあせっかくなんで今回は、うんうん、室崎ブラインドテストを実施すればいいんじゃないですか、はい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 、なるほどなるほど ね、 ね、その上で、うん、改めて食べてみてどうなのかっていう話を実食。なるほど、いいんじゃないでしょうか、はいはいはい、素人でも分かるかどうかです、うん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 、問題はそれは大事ですね、はいはい、そう、皆さんのこの視点で検証のね動画をお届けしていく、それがコココロチャンネルです。グッド評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、お米の浸水時間で味は変わるのか、実験していきましょう。ココロスケッチ、どのぐらいやってます？僕はですね、はい、急いでる時はもう早炊きしちゃうタイプなんで、うん、炊飯器なんで、はい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 、漕いで即早炊き。そうです、美味しいご飯が食べたい時は、うんうん、あの前の日に予約して、はい、翌日の朝炊けるようにするという予約浸水ですね。あ、なるほどなるほど、炊飯器の中で常温で、はい、8時間ぐらいでね、はいはいはい、はい、でやっぱりその方が美味しい感じするんや。いや、わかんないその時の感じで違うから、はい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 、うん、なんなら早炊きの方が美味しいじゃんの時もあるんですよ。ああ、なるほどなるほどね。僕はね、浸水あんまり気にしてないぜ。なるほどなるほど、はい、ちなみに僕がお店で、炊いてるご飯は浸水時間はまあ常温で15分なんですよ。でそれがちょうどまあ粒立ちが良くて美味しいんじゃないかって思いながらやってるけど、1回で食べ比べたことないから。なるほど、今回は結構楽しみですね、はいはい、で今回用意したのは12時間、昨日の夜、はいはいはい、お店の営業を終わる時にやりました。1時間、あと俺がいつもやってる15分で、あと0分を4つでいってみようと思います。0から2時間ぐらいの間が一番こう変化が生まれるんじゃねえかって俺はちょっと思ってるよね。ただ仕込み万歳のね、バサル料理長はね、低温で長い時間浸した方が美味しいっつってる。樋口さんもそう言ってるね。はい、じゃあ行ってみましょう。今回は、研ぎ方とかもね、こう厳密に条件を揃えていこうと思います。でもね、あの実験ガチ勢の皆様はね、いやまだこんな穴があるみたいな、そんなご指摘をたくさんください。実験の精度を上げていくことに努めますんで頑張ります。でまずお米をね 150g、 ここに 500ml の水を注ぎます。水を注いで 500ml ぐらいに水を注いで、この50回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で水を変えて、もう一回50回、はい、2回目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、これも全部になると。そうそう、水に使ってる時間も主に、そうそう、一緒になりますと。一緒ですと。でこの水吸ったお米足す 360g になるようにお水を足す。でお水入れて 360g、 それを、全部にやってます。これをゼロって書いたジップロックに入れる。これが浸水ゼロ。はい、ゼロですね。ジップロックで同時炊きするっていうね。そう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 、もう災害時に使えるやり方ですね。ゼロ、15分、撮影準備してる時にあれしました、はい、1時間、そして、12時間ですね。12時間、12時間、お米がパンパンな感じしません？1時間、さっきよりはそう、閉まってる感じがするよね。15分、はい、まあ、透明感があるよね。これが即透明感がある感じですね、はいはいはい、心パスタポットにお湯がグツグツ沸いてますんで、ここに全部イン。完全に同時です。はい、完全に同時です。再沸騰してからこう10分、そしてこう火を消して10分ですね。高さありました。高さってますね、お見事に。じゃあ一つずつ室崎さんにブラインドでまずはね召し上がっていただきましょうか、はい、分かんないように盛るわ。手元に移しとくんで、うんうん、好きにやってとお茶碗4種類さ用意して、白い大きいやつが、0、白いちっちゃいやつが15分、黒い大きいやつが1時間、黒いちっちゃいやつが12時間、これでいきます。で予想、はい、どうぞ。
物に、はい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 、あ器が違うから分かりますね。そう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 、匂いが薄い気がするのがあるこの器のやつ。これから食べます。いただきます。はい、あもう全然美味しいです。全然美味しい、はい、問題なく。水多めでした？そんなことない。あ、あのね、いつも俺が炊いてるのよりは多い。なるほど、うん、うん、そうそういう感じ、普通の家庭ぐらい。うんうん、次で、はいはいはい、黒い、はいはい、野菜を、黒い野菜やつね、はい、ちょっと甘い気がする、うんうん、あ、硬い。やたかさってるんだけど、浸水してないんじゃないか、灰色の浅い方。はいはいはい、これも甘いんですよね。はいはい、やばっ。パティ入れた時の感じが全然違う。粘りもある。これはやばい、やばい、粘ってる。はいはいはい、いや、こうですわ。浸水してない方を、はいはいはい、15分、うん、はいはい、1時間、12時間、はい、結構、うん、あの面白い結果になったと思います。実は一番浸水してないのが0分ですね。で、これ15分。これ15分、うん、これ1時間。で、これ12時間なんですよ。これ俺が浸水してない、炊けてないみたいだって言ったのが12時間ってこと、はい、実は。いやいやいや、めちゃめちゃ硬いから保温してたお米みたいになってるよ。ちょっと時間経ったでしょ、うん、要するに余熱とかでも火通ってる。あ、まあまあまあね、今やっと芯まで火通りましたねぐらいの感じになる。へぇ、お兄さんも食べてみてください。そうそう、食べてみる、食べてみる。火の通る時間が遅くなったりするのかな。じゃあ僕はやっぱ浸水してない時の方が美味しいこともある説、うんうん、うんうん、いや、そう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 、言われて食べてもどっちが浸水してますかって言ったら絶対にこの12時間の方がしてないって答えると。めちゃめちゃネバネバするんだよ。ゼロゼロ美味しいね。ゼロ全然美味しいよ、うん、好みだよこれ、うん、おにぎりにするときはご飯さ、うん、浸水もしないし溶かなくてもいいみたいな話もするあるし、うんうん、この炊き方に合ってるっていう可能性もあるよね。あ、なるほどね、うん、12時間ゼロの方が美味しい気がする。どっちがいいお米ですかって言われたら、うん、ゼロのお米の方が、うんうん、いいお米みたいな食感と、うん、舌触りっていうか、置いてる間に劣化したりしたとかっていう可能性もね、あるよね。一晩置いとくのあんま良くないのか。そうだね、温度によっても違ったりするっていうからね。そうだね、それもね実験したいよね。あー、でも俺15分圧倒的美味しいな。俺甘みが違う。15分は匂いが強いよね、うん、ちょうどいいんだよ、うんうん、粘りもあるし、うん、柔らかさもあって甘みも出てる。もし皆さんがやるとしたら、うんうん、まあ、ゼロと一晩で比べたらいいと思うんですけど、うんうん、これは確実に分かるはず。1時間浸水しすぎたら、うん、固まってるんじゃないか。ちょっとボソ感があるよね。そう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 、1時間12時間に行くにつれてちょっとボソ感が多い。そう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 、うん、1時間と比べてもこっちが美味しいです。室崎は、ゼロが一番好みで、僕は15分が一番好みという結果になりました。好みが分かれるぐらい味が分かる、変化は分かるんで、うん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 、試してみてほしいわ、うんうん、みんながこうどう思うのか。僕はやっぱり一晩置いた方が美味しいっていう人もいるかもしれないし、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。あと他に、まあ、じゃあ例えば浸水の温度によって違いは出るのかとか、はい、炊き方とかもね、土鍋とね、まあ、普通の鍋と、あの1号炊き炊飯器と普通の炊飯器とみたいなとかね。新米だと浸水時間が少ない。あー、説あるよね。え、小米だとつけた方がいいとかさ、はい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 、まあ、水分の飛び方が違うから、ね、はい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 、今度こういう条件でこう実験してほしいとか、ご意見こうどしどしお送りください。米じゃなくてもいいです、うんうん、こう1時間ぐらいでできて、まあ、4種類ぐらいで比較するみたいな。お鍋は本当に美味しいのかしらですか、うん、いや確かにね。俺は割とお鍋で炊いたら美味しいねって言ってる派なんで、これと土鍋同じだったらきついだろ。それはショックだね。まあ今日も面白い実験ができました、はい、こころチャンネルではですね、たくさん料理のなぜを解決する実験を検証していきます。チャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。卵の比較してくれとかいう話も出てましたけど、はいはい、卵じゃねえから醤油。あ、卵かけご飯もいつやってもいいよね、やっぱりね。そう。